皆さんおはようございます。ようこそマラナサグレイスフェロシップにいらっしゃいました。2月の最後の日曜日となりましたけれども、今見たら結構雪が降ってますね。まだまだ、寒い、時期でありますので、体調の方も、十分気をつけていただいて、そして引き続き、コロナウイルスの感染防止も、油断することがないように、まだまん延防止措置、重点措置の適用中ですので、今日も お昼ご飯の、バジバリというものがここでは行うことが叶いませんけれども、ただ近くにまた再開できるように、そのことも祈り求めながら、皆さんにも楽しみにしていただきながら、お待ちいただきたいと思います。で今日はまた動画の方もですね、用意していますけれども、今まで見ていただいた名言集の内容にまつわるもので、私のそもそもそれは韓国語の賛美を動画にしたもので、アニメーションがついているものです。で韓国語で歌う歌なので、歌詞はですね日本語の字幕がついているんですが、それは私の友人が翻訳したものなので、また字幕の方に注目していただいて、そしてまた名言集の言葉もですね思い巡らせていただきながら、主の御前に心を整えていただきたいと思います。では電気の方を暗くしますのでご覧ください。
それでは皆さんと一緒にお祈りさせていただきたいと思いますが、いつでも主は私たちの帰りを待っていてくださるということ、主の愛は変わらないということ、そして、私たちも、その愛をすで、に知って、経験しておりますので、どうかこれからも信じて疑わないように、時に、主に背を向けて、随分主から遠ざかってしまうということも、あると思うんですが、主はいつでもあなたのそばにいてくださるということ、その、お方は真実の愛を持って、変わらない愛を持って私たちを、今も愛し続けてくださっていますので、今朝もその愛が皆さんの上に豊かに注がれているということを信じて、どうか素直に受け取っていただきたいと思います。愛される資格がないと思っている人がいるならば、それはあなたの思い込みであって勘違いでしかないということを知っていただきたいと思います。私たちがどんなものか、私たち以上に主はご存知でありますから、何も思い煩うことなく、恐れることなく、この愛を大胆に受けていただいて、そしてこの時間がその愛を受けて、その愛を愛に応える時間となりますように、それが礼拝という行為でありますので、主を愛する一人一人のその心が今から歌う賛美のうちにもしっかりと表されて、そして私たちがまた互いに愛し合うことで主が栄光を受けてくださるように、主の喜びとなる時間をここで皆と共に過ごしていきたいと思います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、この日曜日の朝の時間に、あなたが一人一人を呼び集めてくださって、そして あなたを礼拝するためにすべての必要を備えてくださって、ここで何も思い煩うことなく平安のうちに自由にあなたの愛にお応えできますことを心から感謝いたします。ここに残念ながら集うことのかなわなかった一人一人にも、あなたの変わらぬ愛が今その場に注がれているということを信じて、自分がどれほど愛されているのか知ることができますように、そしてその愛を受けてオンラインであってもあなたを愛するために賛美を捧げ、祈りを捧げ、礼拝を捧げることができますように、私たちも今から一つになって心からあなたを褒めたたえます。どうかそれがあなたへの愛の歌となりますように、そしてあなたの愛の語りかけを受けて、あなたを愛するがゆえに従順に従って、今日もまた明日も最後あなたの御前に立つその日まで、どうか忠実なものとして一人一人お守りくださいますように、コロナウイルスなどの感染からも引き続き全員お守りください。たとえ感染したとしても、あなたの癒しと支えがあって、また何よりもそのような辛
辛い時だからこそ、あなたの愛が心に染み入り、これまでないほどにあなたに愛されていることがよくわかるように、どうか病を祝福の機会としてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。お体の不自由でない方はご起立ください。
ご着席ください。天から
父の心あるところに我が心あるように父の涙があるところに我が涙もあるように父の見てる一人の魂
それでは子どもたちはキッズチャペルに移動してください。ではアナウンスメントいたします。ですね、では先に、映画のご案内から、少し前には皆さんに、君といた108日という、映画のご紹介をして、松本の方で上映されて皆さんのご協力もあってですね、たくさん見ていただいたと思うんですが、次にまたキリスト教関係の映画を今月上映されるもので、長野市と松本市の方で2カ所にわたって2日間連続で上映されるものを紹介させていただきたいと思います。三浦綾子さんの小説の我弱ければという矢島果樹子さんの物語ですね、これを映画化したものがこの3月11日の金曜日、長野市の若里市民文化ホールで上映される予定です。で、翌日の12日の土曜日には松本市の畑文化センターアクトホールと呼ばれるところで上映されます。両方とも時間は10時半と2時、ごめんなさい、長野市の方はそうですね、10時半と2時と、でもう1回3回目が18時30分という時間でとなっています。で松本の方は2回上映される予定で、10時半と午後2時ですね。でこちらは前売り券も販売されていますので、1200円一般ですとね、当日だと1500円ということなので、また詳しいことはチラシも私の手元にありますので、興味のある方、前にも、三浦綾子さんの、関係とか、また、その他もキリスト教の関係者で日本で活躍した有名な人物を題材とした映画を紹介したことがあります。でその多くを山田久子さんという監督が、日本で最高齢の女性の監督なんですけれども、クリスチャンの監督が制作されて、地方を回って、なかなかですね、コロナの影響もあって厳しい中、精力的に活動をしてくださっております。キリスト教関係の映画というのは日本ではほとんど作られることがありませんので、ぜひ皆さんにもこの機会をですね、生かしていただいて足を運んでいただければと思います。こういうチラシでですね、もうあちこちすでに上映は始まっているんですけれども、常盤貴子さんという人が矢島果樹子役を演じていてですね、他にも、有名な俳優さんたちが出ております。でクリスチャンの、出演者も、中にはいますのでね、カルバリチャペル関係のですね、教会員の方とかも、演じているということも聞いております。そうしたクリスチャンの
関係の映画、他の方にもぜひ紹介していただいて、まあ、クリスチャンじゃない方にもですね、お声掛けしていただければと思いますし、まあ、三浦綾子さんの作品もですね、たくさんありますから、まあ、小説とかあるいは、キリスト教の、入門書にあたるようなものも多数、執筆されております。教会図書にも多数ありますから、まあ、そういう、ツールもですね、伝道に使っていただいて、まあ、こういうあの長野市と松本市という身近なところで上映されますので、ぜひお誘い合わせでしていただいて、またクリスチャンじゃないお友達とか家族なんかも、お連れしていただければと思います。で、今度は、まあ、これも週報とか、スクリーンには出ていない、内容で、皆さんにこれはお祈りのお願いとしてお分かちしたいことがあります。まあ、連日、ウクライナ侵攻のニュースで、持ちきりで、皆さんも、心痛めたり、動揺したり、まあ、恐怖心を感じている方も少なくないかと思います。まあ、そうした中にあって、たくさんのクリスチャンたちも、このウクライナのためにまたはロシアのために、お祈りしようということで、立ち上がったり、また人道支援をしようということで、さまざまな支援活動も今展開されております。皆さんもすでに、お祈りに覚えてくださっているかと思うんですが、今朝、ポールの方からお祈りのリクエストがありまして、ウクライナにおじさん家族が住んでおられるということで、お父さんの弟さんにあたるおじさんですね、で娘さん夫婦でおられて、娘さんも一人おられて、まあ、実際には3人いるところ、2人はもうアメリカに在住ということで、1人だけウクライナの方で家族と一緒に暮らしておられるということです。で、他にも親戚もいるということで、まあ、今あの都会の方は攻撃があってですね、まあ、あちこちに避難をしているところで、おじさんのところは比較的安全な地域で、田舎の方だということだそうです。今のところは特に危険を感じていないようなんですが、車で3時間ほどのところにですね、ロシア軍の攻撃があったということも聞いたそうです。そのままずっとですね、このような状態が続けば身の危険も当然考えられますので、ぜひお祈りに覚えてほしいということであります。で、クリスチャンの家族なので、本当にそのことは幸いですけれども、また地元の教会もぜひ、守られていくようにお祈りして、いただければと思います。で、家族も、一様に、心配で、あると想像に難くないですので、ぜひポールもそうですし、その他の家族も、もう近くにいたら本当に、すぐにでも救出したいとか、また保護したいという、支援したいという気持ちもある中、なかなか今気軽に行くことができない状況でもありますので、ぜひ、クリスチャンはますます主を信頼して、この時だからこそ心合わせで祈るということ、そして自分たちにできないことも主にはできるということを信じて、ますますそれぞれの信仰が強められるように、そして主を知らない家族がいるならば、本当にこの時、イエス・キリストを自分の救い主として、信じることができ、永遠の命という救いをいただくことができますように、もちろんポールの親族だけではなくてですね、ウクライナの兄弟姉妹たち、教会も、多くは残って、避難所として、その場所を提供するような命がけの活動もしておられます。そしてまた伝道活動も、この戦火にあってもますます、強力に行われているということも、聞いておりますので、一人でも多くのウクライナの人たちが救われるように、そしてロシアの人たちも、心を痛めている人が多いということも皆さん聞いていると思います。
戦争が良いことだと思っている人は一人もいないはずでありますから、ぜひロシアの人たちもまたこの戦争に反対をして、このウクライナ侵攻がすぐにでも止められるように、犠牲者が出ないように、皆さんのお祈りをお願いしたいと思います。で、まあ、クリスチャンとしてこのような状況をどのように捉えたらいいのかということも私たちは知っておく必要がありますけれども、簡単にマタイの福音書の24章の6節から8節のところをお読みしますから聞いてください。マタイチャプター24 verses 6-8、マタイの福音書の24章6から8ですね。イエス・キリストが世の終わりの前兆について述べられた箇所で、これは終末予言の箇所として有名なところであります。で、その前兆の一つとしてマタイチャプター24 verses 6-8、 マタイ24章6から8にこうあります。また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのです。ウクライナ侵攻のニュースを見聞きしてもうろたえてはなりません。それは起こるべくして起こることであると言ってるわけです。で、もちろんこれが全てではなくて、これが始まりに過ぎないということです。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がるということ、まあ、今までも長い歴史が全て戦争の歴史と言えるほどですね、人類は愚かな戦争を繰り返してきたわけですが、でも全体を見ますと、民族同士の戦争や国や連合軍同士の戦争というのは近年に入って初めて行われてきたもので、私たちのまさに生きているこの時代にそれが始まったわけです。20世紀になってこのような予言が現実のものとなってきているわけです。で、もう21世紀に入ってますけれども、ますますこのことがですね、顕著に現れるようになるということ、皆さんは聖書から教えられていますので、もう第二次世界大戦は終わったんだと、もうそのような世界を巻き込むような大戦争はもうないんだというふうに思い込んでいたならば、それは大間違いでもありますし、聖書を全く読んでいない、あるいは信じていない人の完全な刷り込みの思い込みの状態であるということを知っていただいて、ただ平和ボケをしてしまっている状態だということですね。イエス・キリストははっきりとおっしゃってますね。もう今は世の終わりの時代であって、生みの苦しみがもう始まっているんだということ、イエス・キリストが戻ってこられるその時がもう刻一刻と近づいているんだということを、ウクライナ侵攻を通して私たちは知るわけです。で、ウクライナというのは世の終わりの戦争にも実際に登場する国でもありますから、ますます現実味を帯びているわけですね。エゼキエルの38章というところに、世の終わりの戦争にこのウクライナが出てきます。まあ、これは開いて読むことはいたしませんけれども、まあ、ロシアが侵攻してくるということ、これは世の終わりに起こることだと言われております。で、その中にウクライナも含まれておりますので、ぜひこの戦争がもっと拡大していくんだということ、ウクライナ侵攻で終わるということは決してないということ知っていただきたいと思いますし、で、その時にはもうおそらく私たちはこの地上にはいないと思われます。死んでしまっていなくなっているという意味ではなくて、多くは生きたまま軽挙されるということ、このことも私たちは教えられております。まあ、エゼキエルの38章の戦争が起こる前に軽挙されるという
ことはですね、確実に断言できることではないんですけれども、その可能性が極めて高いということ、このことはですね、かねてから皆さんにもお伝えしているところでありますから、もう以前にお話したことが今日はもう目の前でいつでも実現するんだという、そこまで今私たちは進んでいるんだということですね、覚えていただきたいと思います。クリスチャンとしてはですね、何も恐れることはありませんし、むしろイエス・キリストに 顔と顔を合わせて、お会いできるその対面の日が、もうすぐそこに来ている、花嫁が花婿と結ばれるのを、心待ちにしているような心境で、それは幸いでありますけれども、ただイエス・キリストを知らない者にとってはもう恐怖でしかないということ、不安でしかないということを覚えていただいて、どうかそんな彼らにイエス・キリストの福音を、良い知らせを伝えてほしいと思います。こういう時代にあって、救われるということが、どんなに素晴らしいことか、そのことをですね、ただニュースを見て、心痛めるにとどまらず、あるいは人ごとのように知らんぷりするにとどまらずですね、この国にも滅びく人たちが大勢おります。戦争で命をなくすよりもですね、永遠に命を失ってしまうこと、永遠に滅んでしまうことのがはるかに恐ろしいんだということを知っていただきたいと思います。死んでもなくならない命、それを与えることができるのは救い主イエス・キリストだけであるということ、確信を持って皆さんにも伝えていただきたいと思います。それでは、今日も伝道者の書の10章から神の言葉を学んで、私たちの神がどのようなお方なのか、そして神が私たちにどのようなことを望んでおられるのか、知っていきたいと思います。10章の8節からになります。エクレジアステスチャプター10 verse 8、ではお祈りいたします。天の下の神様、またこの時間を通してあなたを愛することができますことを感謝いたします。私たちがどんな状態に陥ろうとも、あなたはありのままで私たちを許し、受け入れ、無条件の愛を持って愛し続けてくださいます。どうかこの愛を拒むことなく素直に受け取ることができますように。聖書は神様からのラブレターと言われます。難しいところもありますし、ちっぽけな頭では到底理解できないところもたくさんあります。それでも一つはっきりしていることは、あなたは私たちを愛してやまないお方であって、私たちに伝えたいことがあるということ、私たちに知ってほしいと願われていることがこの聖書の中にあるということ、そのことを信じますので、どうか一人一人が心を開いて、今日この私が知るべきこと、必要なことをお示しくださいと祈り心を持って、上渇きを持ってあなたに期待し、そして聞いたことに対して素直に従順に応答できますように、あなたの聖霊が豊かに注がれ、それぞれの心の内に力強く働いてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
また、後ほどですね、ポールさんのおじさんの家族やウクライナのために、特別に祈る時間を、取らせていただきたいと思います。では今から伝道者の書の10章の8節を、見ていきたいと思いますので、1152ページをお開きください。伝道者の書10章8節から、エクレアジアスティスチャプター10 verse 8、穴を掘る者は自らそこに落ち、石垣を崩す者は蛇に噛まれる。先週の続きでありまして、先週にはこの10章には愚かとか愚かな者という言葉が多く使われていて、この章のテーマが愚かもしくは愚かな者であるということをお伝えしました。で、8節以降にもその愚かな者の姿、あるいは愚かな行為といったものが、いろんな形で、表され、ここに、リストアップされております。で、まず第一に穴を掘るという言葉なんですが、次に続く言葉から人を陥れる、落とし穴を掘っているんだということが、明瞭かと思います。落とし穴ということは罠ですね。他人を陥れようとすれば自分も同じ目に遭うという分かりやすい言葉のようなものであります。罠を仕掛ければ自分が罠にはまってしまう、しっぺ返しを食らうとか、自業自得といういろんな表現が日本語にもあります。また墓穴を掘るなんていう言葉も、これに近い表現で、あろうと思います。で、この伝道者の書というのは今からおよそ3000年ほど前にソロモン王という人が書いたもので、彼はここでは伝道者と名乗っております。で、この伝道者の書を書く前に箴言という書を書いております。箴言はソロモンが若い時代に書いたもので、伝道者の書はソロモンが熟年の、晩年に書いた、書で、あろうと考えられております。で、その箴言の26章の27節、そちらも参考までにお見せしますから聞いてください。Proverbs chapter 26 verse 27、箴言26章27、伝道者のすぐ手前にあります。開きたい方は1129ページです。穴を掘る者は自分がその穴に陥り、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。飛んで28章の10節、チャプター28 verse 10、28章の10節、すぐな人を悪い道に迷わす者は自分の掘った穴に陥る、しかし誠実な人たちは幸せを受け継ぐ。穴を掘るというのは落とし穴で、罠を仕掛ける行為というふうに言いましたけれども、この28章の10節では、すぐな人、まっすぐな人、正直な人、真面目な人を悪い道に迷わす者もまた墓穴を掘るんだと言っているわけです。欲望の世界に引きずり込むとか、罪を犯す、共犯者にしてしまう、同罪とするような周りを巻き込むような人もまた自分を陥れて、自らも同じ目に遭うという警告であります。で、ソロモンのお父さんはダビデでありますね。ダビデが実は同じことを語っているんだということも、皆さんに、お伝えしておきたいと思います。詩編の7編15-16、サムチャプター7 verses 15 and 16、箴言の一つ手前にある詩編
こちらは格言集というよりは詩でありますね。詩歌、歌です。で、7章の15、16にこうあります。開きたい方は939ページです。ダビデの作です。彼は穴を掘ってそれを深くし、自分が作った穴に落ち込みます。その害悪は自分の頭上に戻り、その暴虐は自分の脳天に下ります。これはダビデの経験から言われていることです。ただのことわざというよりも、実際に自分が目の前で見たこと、自分の身に起こったこと、周囲で起こったこと、そのことを述べています。で、次に9編の15、16、チャプター9、verses 15 and 16、これもダビデの作です。国々は自分で作った穴に陥り、自分で隠した網に足を取られる。主はご自身を知らしめ、裁きを行われた。悪しき者は自分の手で作った罠にかかった。ヒガヨン、セラとあります。個人だけではなくて国々とありますね。まさに今ウクライナ侵攻が行われている中にあって、そこに関わる国々も気をつけなければなりません。ロシアも、世の割の予言にも出てきて、イスラエルにまで侵攻してくるわけですが、皆さんは結果を知っております。そのロシアと、そしてロシアに組みする、特にアラブ連合軍ですね、彼らもまた墓穴を掘っていくと、自滅するんだということも、予言で、知らされておりますので、このことはもう数千年前からずっと警告として与えられていて、そして数千年後の今私たちが生きている、現代にまで、これは真実であって、揺るがぬ変わらぬ神の真理であるということですね。ですから私たちも肝に銘じて、自らの言動を振り返りたいと思います。日本語のことわざにも、人を呪わば穴二つというものがありますね。これは皆さんも聞いたことあると思うんですけれども、平安時代の、陰陽師というものがですね、家事祈祷をするのが生業ですけれども、人を呪うということもしたわけです。ですから人を呪うということは自分も呪われるということを覚悟しなければいけないわけです。呪ってその人が死んで墓に葬られるように呪う祈りを捧げるわけですが、その祈りを捧げるならば自分もまた呪われてその墓穴に入ることになる。だから穴をもう一つ自分用にも掘っておくということですね。それを覚悟して、人を呪うということ、でもそれはあまりにもリスキーで、あまりにも愚かしいことだということわざとなっていくわけです。自分に害を与えれば自分も同じように害を受けるようになるということは、古今東西、どこでも言われてきたことで、現代にも通じることであるということも、いくらでも証明できるわけですね。で、新約聖書にもイエス・キリストの言葉が あってですね、同じことを述べている、ものがありますから、こちらも皆さんにお分かちしておきたいと思います。マタイの福音書の26章の52節、マタイチャプター26 verse 52、この言葉は英語ではもう普通に一般の言葉だとして使われているもので、聖書を知らない人でもこの言葉は聞いたことがあるという人も多いわけです。他にも豚に真珠なんて言葉も聖書の言葉ですね。あるいは目から鱗とか、こういった言葉も聖書から来ていますが、聖書を知らない人でも聞いたことがある、使っているというような言葉がいくつかあって、これがそのうちの一つであります。マタイの26章52節、その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。
この言葉はですね、まさに今私たちが見ている箴言の10章8節と同じ意味で使われております。剣、これは武器ですね、相手に切りかかれば自分も切られる、自分も傷つけられる、あるいは殺されるということですね。あまりにも自明のことで、誰でも、分かる話ですけれども、でもそれを私たちは分かっていながら愚かなことをしてしまうわけです。これらの一連の言葉はむやみに人を傷つけてはいけないとか、あるいは仕返しをしても必ず自分に返ってくるんだということ、分かっていながらもそれができないので、いろんな表現で繰り返し繰り返し警鐘が鳴らされているわけです。必ず自分も痛い目に遭うということ、いくら人を憎んでも恨んでも、仕返しをしてはいけない。そうすれば自分が同じ目に遭ってしまうから、もうそれは不幸を生むだけだと、実に愚かなことです。私たちもこの愚かなことをしないように、繰り返さないように、この過ちに陥らないように注意しなければいけません。今自分の胸に手を当てて考えていただきたいと思います。仕返しをしてやろうという思いがないでしょうか。そこに復讐心がないでしょうか。何か悪いことが起こればいい、災いが起こればいい、つまずけばいい、損害を被ればいい、呪われればいいんだと、直接手を下さないまでもその人が不幸になること、失敗をすること、成功しないこと、そういうことを願っているならば、それはそっくりそのままあなたに返ってくるんだということ、厳粛に受け止めていただきたいと思います。そして今そのような思いが確実に自分の中にあると認めることができたならば、そのことを今全てをご存知の方に、私たちの主に正直にお伝えしてほしいと思います。どうかこの醜い汚い思いを取り去ってくださいと、この罪汚れを清めて、そして私を憐れんでお許しくださいと、主はあなたに愚かなものになってほしいと願っておられません。だからこそ今朝この箇所が皆さんに語られているのであります。単にこういう言葉座がありますよという紹介をしているわけではありません。むやみに人を傷つけること簡単にできてしまいます。もちろん皆さんは手を挙げるなんてことはしないと思うんですね。人を直接殴るようなことしないと思いますが、でも言葉の暴力はどうでしょうか。その心ない言葉でたくさんの人を傷つけていないでしょうか。罵詈雑言述べてないでしょうか。冷ややかな皮肉めいた言葉を浴びせていないでしょうか。人を見下すような冷淡な言葉を、下げすむような言葉を述べていないでしょうか。全部それがあなたに返ってきます。どうして私はこんなことばっかり言われるのか、もしかしたらあなたがそうしているかもしれません。どうして私はこんな穴に陥ってしまうのか、それはもしかしたらあなたが誰かのためにですね、穴を掘ってるかもしれない。自己吟味していただきたいと思います。で、次に続きとして8節の後半部分、
石垣を崩す者は蛇に噛まれるとあります。石垣というのは、これは石を積んだフェンスのことを言っています。ただ積んだだけのものですから、崩そうと思えば簡単に崩せます。でこれを崩すということはどういうことかと言いますと、他人の土地に侵入するということです。私有地に入り込んで何をするかと言ったら、何かしら他人の所有物に損害を与える、それを盗むということもできます。羊などの家畜を囲うフェンスも石垣でできていて、これも簡単に崩せるわけですね。でそれを崩してしまえばどうなるのか、中の家畜は当然石垣の外に逃げ出してしまうわけです。逃げ出せば当然損失が生じるわけですね。財産がなくなるわけです。あるいはそこの崩れたところから害獣が入ってきて、中の家畜を殺めてしまうかもしれない。それもまた大きな損害となるわけです。あるいはいろんな災害によって、その崩れたところからですね、いろいろな生き物以外の所有物にもダメージが生じるかもしれません。ですからこれは明らかに他人のものに危害になり損害を与える悪意ある企てというふうに見ることができます。で石垣の隙間にはですね、大抵蛇が巣を作ります。まあ、長野も田舎ですから、石が積んであるようなところ、そういうところにですね、隙間に、よく蛇が巣を作っているのは皆さんも見たことがあると思います。ちょっと石をどかしたら蛇が出てきたので、びっくりしたと、一匹どころじゃない何匹もうようよと、そういう光景も皆さん目の当たりにしたことがあると思います。私だったらもう大喜びで、わしづかみするんですけれども、まあ、お困りの際にはぜひお声掛けしていただきたいと思いますが、まあ、ただ普通の人は蛇を見たらギョッとするわけですね。毒蛇だったらそれこそ噛まれたら大変です。死ぬかもしれない、まあ、そういう可能性があるわけですけれども、石垣を崩すということはそれだけのリスクが伴うということです。自分にも危険が伴う、野望をついて蛇を出す、野暮蛇というのとはちょっと話が違いますね。余計なことをして状況を悪くすることを言うんですけれども、しなくてもいいことをして、危険な目に遭ってしまう、それをヤブヘビと言いますけれども、ここでは明らかに悪意を持って、その人に害を与えたい、そういう行為ですね。で石垣を崩しているだけですから、直接中のものを盗み取るとか、あるいは直接何か侵入して、損害をもたらすということはしていないわけです。ただ石垣を崩しているだけです。つまり私たちがただ悪意を持つだけで蛇に噛まれると言っているわけです。このことも自分に当てはめて考えてほしいと思います。穴を掘るということと石垣を崩すということ、同じような意味で使われておりますが、同じことをすれば、あなたにも、同じ害が及ぶということ、そして他にもですね、この石垣というのは、作る側からすれば自らの身を守るために、張り巡らすものですね、あるいは自分の所有物が取られないように、安全に、管理できるように身を守るため、保護するために作るものであります。で、それが崩されるとどうなるのか、先ほど言った通りですね、でもその崩された状態をそのまま放置して
置くというのは、実に愚かなことですね。修復しなければまた一難去って、またさらなるですね、もっと深刻な難がですねやってくるかもしれません。そのような身を守るものを大事にしなければいけないということ、例えば私たちの身を守るためにはいろいろな石垣が張り巡らされているわけです。それが法律であったり、例えば交通ルールもそうですね。中には全く理解できないもの、納得できないものもあると思います。でも基本的にはそれは人を守るものとして用意されているわけです。聖書の律法ももちろんそれに該当します。いわゆる神の言葉ですね。これも私たちを守るためにあるものです。がんじがらめに縛りつけるものではありません。中には当然理解できないものもあります。どうしてこれが私を守ることになるのか。交通ルールでもそういうものがあってですね、平気で破ってしまう、軽く見てですね、重視しないで、そんなルールは認めないとか、そんなルールを作る方がおかしいみたいな、そういうことを平気で私たちは考え口にしますけれども、私は同じようなことを神様にしてしまうかもしれませんから気をつけたいと思います。そんなことをすれば必ず身に危険が及ぶということです。石垣を崩したままにしておけばいろいろな損害が予想されるということですね。で、霊的に解釈していくならばですね、私たちが私たちを守るところの神の言葉を破るならば、また破った状態をそのまま放置して、つまり悔い改めることもせずにそのまま罪を犯し続けていくならば、必ず害が及ぶということ、警告として今皆さんにも強く訴えたいと思います。蛇というのは聖書の中では悪魔の象徴としても使われております。あるいは呪いの象徴としても使われておりますね。エデンの園で何が起こったのか皆さんは知っています。私たちの先祖であるアダムとエヴァが蛇にまさに噛まれてしまったわけです。どうしてかというと、神の言葉を、神の命令を破ってしまったからですね。創世記の3章15節、ここは大変有名な箇所で、罪の結果人が呪われたというところをですね、記録したものですけれども、その中にその呪いの記事に実は良い知らせが盛り込まれております。ジェネシスチャプター3バース15、良い知らせというのが福音と言います。英語ではゴスペルですね。呪いの中に良い知らせがある、福音がある、ゴスペルがある、これは驚くべき恵みであります。お読みします。創世記 3-15、 私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。神は食べてはならないという、禁断の木の実ですね。これは善悪を知る知識の木の実と呼ばれるものですが、これをアダムとエヴァが食べちゃったわけです。で、その結果神は警告していたわけですが、その警告通りのことがここで起こってしまうわけです。この実を食べれば必ず死ぬという警告ですね。で、即死はしなかったんですけれども、死ぬ必要のなかったものがこの罪によって死ぬべきものとなってしまう。呪いの始まりがここにあるわけです。私たちも皆死ぬわけですが、それは罪の結果であると聖書は教えるわけです。
でもそこでは絶望でしかないですね。その絶望に神は恵みを持って光を通してくださったわけです。それが3の15節、3章15節ですね。現福音というふうにも呼ばれます。現福音というのは、原始の原ですね。まさに福音の始め、福音の原点、原型というものです。それを現福音というものですね。蛇と、そして女の子孫、悪魔と、悪魔の、子孫、敵対勢力ですね、それと女エヴァの子孫、私たちもそれに該当するんですが、でもここではたった一人の、人のことを指しております。子孫という言葉は単数形でありまして、女から生まれた一人の子孫、直訳すると一つの種です。女の種ということはちょっと不可解ですね。種というのは男性の精子のことを指しているわけです。女の精子なんてものは存在しないですね。卵子しかないわけです。でもこれはもう皆さんは知っての通り、処女から男子が生まれるという、その男子はエヴァの子孫でもあって、そしてその子孫が蛇の頭を、そして、敵対勢力のすべてを打ち破るということがここに書かれているわけです。ただ同時にこの女の子孫という存在、結論から言いますと、これがイエス・キリストのことを指しているわけです。処女から生まれたお方はたったお一人だけですね。悪魔の頭を踏み砕く力ある働き、これを成し遂げられたのはイエス・キリスト以外にないわけです。十字架にかかって死なれて、確かに打たれたわけです。イエスも打たれました。でもそれは致命傷にはならなかったんですね。かかとでありましたので、イエスは十字架の上で死んで3日目によみがえったわけです。でも蛇に噛まれたんです。十字架という木にかけられて呪われたものとなったわけです。それは罪の結果でありました。イエスは罪を一つも犯していないのに、罪を犯したものと同じ扱いを受けて呪われたものとなり、そして蛇に噛まれるわけです。石垣を崩したのは私たちです。イエスは崩さなかったわけです。崩したものが蛇に噛まれるべきです。罪を犯したものが呪われて死ぬべきです。でもイエスが代わりに噛まれ、代わりに死んでくださったんです。それが十字架の代償の死、贖いと言います。これが良い知らせですね。私たちが死ぬべきところをイエスが代わりに死んでくださった。私たちが受けるべき呪いを、神の怒りを、神の罰を、すべてイエスがその身に負ってくださった。全部丸々引き受けてくださったわけです。でその結果、罪は清算されたわけです。それが贖うということです。贖うというのは購入すると同じ言葉ですね。買い取るということです。罰金を払うと同じような感覚でいいと思いますね。でも死に対しての罰金、お金はないわけです。命しかないわけですね。ですからイエスは命の代価を支払ってくださったわけです。十字架の上でイエスは完了したという宣言までしてくださいました。テテレスタイというギリシャ語ですが、それは全部支払い終わったという宣言の言葉です。私たちの罪の借金はすべて私が肩代わりして弁済したと、支払い切ったので完済したんだと宣言されたわけです。それが良い知らせですね。それを信じる者はどんな罪でも許されます。
それを信じる者はもう死ぬべきものではなくて生きるべきものとなります。イエスが代わりに死んでくださったので、私たちはもう罪許されて永遠に死ぬ必要はないわけです。むしろイエスが死からよみがえって死ぬことのない命を私たちにお与えくださいましたので、それは永遠の命というものですね。死んでもなくならない命です。これを私たちがいただいているということ。石垣を崩すような罪を気軽に犯してしまうようなこんな愚かなもののために、神は一人子をお与えくださいました。そして「イエス・キリストを自分の救い主として信じた私たちは、神が用意してくださったこの石垣というものを尊びようになります。つまり神の言葉を尊びようになるわけです。大事にするわけです。この神の言葉が私たちを罪から守るものとなるということを信じているからであります。イエスを信じて罪許されて救われるんですが、それでもクリスチャンは罪を犯します。それが現実ですね。でも誰もが罪を犯したいとは願いません。どうしたら罪を犯さないで自分の身を守ることができるだろうか。自分の意志の力だけでは無理です。神の言葉、聖書が必要なんですね。詩篇の119編の9から11のところを見します。Psalm 119 verses 9 through 11。 詩篇の119、聖書の中で最も長い章となっています。まあこれは詩篇なので編というふうに言いますが、御言葉の賛歌という有名な詩篇です。そこの9から11のところを見しますから聞いてください。 Psalm 119 verses 9 through 11、 1060ページです。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。私は心を尽くしてあなたを求めています。どうかあなたの仰せから私が迷い出ないようにしてください。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。まあ、若い人にだけ語られていないことは明らかです。もう私は若くありませんから、もう手遅れですなんて思わないでください。自分の道を清く保つことができない人は若輩者です。つまり未熟なものですね。成熟しているか未熟かということを問われればどうでしょうか。私は若いものですと皆さんは答えると思います。でそんなあなたに良い知らせがあります。神の御言葉の通りに道を守るならば、あなたは自分の生活を清く保つことができます。自分の心を清く保つことができます。心に御言葉を蓄えなさいと書いてますね。頭ではなくて心です。そこが鍵ですね。いくらでも私たちは神の言葉を頭に詰め込むことができます。でも心に蓄えるということは別物ですね。この心っていうのはまさに私たちの中心です。御言葉を自分の中心に、生活の中心に据えて、でそれをただ聞くだけじゃなくて実行していくということです。それが心に蓄えるということです。で一つでも神の言葉を実行しようと思うなら、あなたは気づきます。私は罪人だと、自分のことが罪人だということがなかなかわからないという人もいます。法律なんか破ってもいないし、
特別不道徳なことをしてない、私は貧困法制で真面目に生きてきてる、そんな私のことを罪人呼ばわりするなんて失敬だと思う人もいるかと思うんですが、でも神の言葉を一つでも実行しようとするならば、あなたは自らがどれほど罪深いものであるのか即気づきます、まあ、そのこともですね、実行してみてください。で、気づいたならば即神に憐れみを請うてください。こんな罪深い私をお許しくださいと。そうすれば神は優しくあなたのことを取り扱ってくださいます、そしてあなたの正直な告白に対して即時許しをお与えくださり、罪悪感から解放してくださいます。今までいろんなものに縛られてきましたが、もうあなたは罪の奴隷ではありません。罪を犯さなくてもいい、その罪に打ち勝つ力も与えられます。もう自分を責める必要もないです。すべての責めはイエス・キリストが十字架の上で負ってくださいましたから、心安らかに安心して構いません。そうやって平安のうちに歩むことができます。詩篇の107編の17からまた参照していきますので、目で追ってみてください。Psalm 107 verses 17 and followings。 開きたい方は1049ページです。17節から読み進めていきます。22までお読みします。詩篇107から107の17から22、107:17-22。愚か者は自分の背きの道のため、また咎のために苦しみを受けた。あらゆる食物を彼らの喉は受け付けず、ついに死の門に至った。この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から救われた。主は御言葉を送って彼らを癒し、滅びの穴から彼らを助け出された。主に感謝せよ、その恵みのゆえに、人の子らへの苦しい御業のゆえに、感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れ。御言葉が私たちを罪から守るだけでなくて、御言葉を持って私たちを癒してくださる、罪の許しも含めてですね、語られております。御言葉の中にイエスの受けられた打ち傷が、鞭で打たれたあの打ち傷が、そして十字架の釘で打たれたあの打ち傷が、私たちを癒すと書いてます。それは私たちの罪を許すという意味でありますね。罪の借金も完全に清算され、罪の病からも完全に癒される。それが神が約束してくださっていることであります。イエスを信じる者にも与えられる神の言葉を自分の石垣として大事にする者には、必ずこのことが経験されるということ、確信を持って皆さんにお伝えしておきます。 D.L. ムーディーという人がですね、こういうことを言っています。この書物というのは聖書のことを特に言っています。この書はあなたを、私たちを罪から遠ざけ、罪はこの書から、聖書からあなたを、私たちを遠ざける。気をつけたいと思いますね。あなたが今罪に陥っているならば、あなたはこの書物から遠ざかっていきます。もう聖書を開くことがなくなります。せいぜい開いてもこの時間だけです。日曜日教会に来て初めて聖書を開きます。一週間のうち、日曜日が週の初めですから、週の初めだけ開く。でもあとは閉じたままで、次の週日曜日がやってきます。
そして教会に来て、そこでまた被災書を開く。それで、ね、終わっていたならば、あなたは完全に罪に陥っています。罪はこの書からあなたを遠ざけているんですね。でもしあなたが聖書を毎日開くならば、罪からあなたは遠ざけられてきます。今週週間どうか聖書を毎日開いてください。もちろんただ機械的に読めばいいと言ってるんじゃありません。心に蓄えるように一つでもいいですから実行に移してください。今聞いている御言葉をまずは手始めに実行に移してみてください。明日から来週からそのうちにではなくて今日からです。始めてみてください。その瞬間あなたはもう罪から遠ざかっていくということです。で、罪から遠ざかっていくということは神により近づいていくということです。そして神に近づくということはあなたは最高の状態を経験できるということです。神は良い方です。英語で神のことを God と言いますね。 G-O-D というスペルです。それと良いという言葉、 Good ですね。 G-O-O-D、それはただの言葉遊びで言ってるんじゃなくて同じ語源を持っているということです。神は良い方なんです。聖書にも神は良い方だ、慈しみ深い方だと書いてます。その良い方の御側近くにいるということは最も良いことなんです。何があっても神のそばにいるということ、神と共にいるということが最善のこと、最良のこと。良い人生を送りたいと思うならば、最高に幸せになりたいと思うならば、あなたは神のそばにいなければいけません。神以外のところで幸せを、良いものを探してはなりません。そこでは絶対に見つからないということ、伝道者も言っております。神の言葉を開くということは、この神に出会うということです。この神を個人的に、人格的に知るということです。だから聖書を読むということを私たちは奨励するわけです。義務的に読まなければいけないということを押し付けてるんじゃありません。これがあなたにとって最高益、最大益をもたらすからです。で、テキストに戻っていただきまして、10章の今度は9節、verse 9、伝道者の書10章9節。石を切り出す者は石で傷つき、木を割る者は木で危険にさらされる。まあ、8節が破壊的行為であるのに対して、9節を建設的な行為と見る見方があります。石を切り出すとか木を割るというのは、何かを作るためのその材料を調達して準備しているという建設的な行為というふうに見るわけです。で、8節との関わりでこれを解釈しますと、8節は破壊的行為をすれば必ず損害を被るということを言ってました。で、9節は建設的な行為ですけれども、必ずしもそれが安全とは言えない。建設的行為が必ずしも無害とは言い切れないと言ってるわけです。つまり建設的な働きをしていても危険な目に遭うんだと言ってるわけです。損害を被ることもあり得ると言ってるわけです。破壊的働きをすれば損害を被るのは自明の理です。自業自得です。分かりやすいですね。それはもう当然のことだと誰もが認めるところです。ところが建設的な働きをしているならば、安全であるとか問題ないとか無害であって損害は生じないんだと思い込む節があります。そうした誤った考えに対して警告を促しているわけです。
どんな行為にも、それがたとえ建設的な行為だったとしても危険が伴うし、リスクが伴うんだと言ってるわけです。石を切り出すということをすれば、場合によってはですね、石を切るような非常に、危険な道具を用いるわけですから、それによって怪我をする可能性もあります。石を割る際に石が破片か何かがですね、飛び散るようなこともあるかもしれません、あるいは何かの拍子にですね、急に石が倒れてきたりとか、いろいろ危険なことが考えられるわけです、木を割る際もそうですね、鋭い刃を使って、木を割るわけですので、そこで、使い方をちょっと誤るだけで、少しの油断で、大怪我を負ってしまうなんてこともあるわけです、両方とも建物を作る材料、もしくは木の場合は家具とか、農具ですね、2頭の家畜を横並びにして、その首につける横木の首木も、木製でできていたりします。で、また石では神殿も作られました。個人の住宅だけじゃなくて、神殿も石造りでありましたし、また木も神殿のありとあらゆる祭具、いろいろな礼拝に使う、儀式に使う道具にも、木がふんだんに使われました。そうした建設的な働きをする際にも、怪我をする危険性がある。たとえ神殿を作るようなこと、たとえ神殿の祭司たちが使う道具を作るようなことであってもですね、怪我をする危険が伴うと言ってるわけです。どんなに気をつけていても、事故に遭うような可能性は常にあるんだということ、このことも私たちは認めなくてはなりません。例えばあなたが新車を購入したとします。で、MJF のメンバーならば、大抵新車でも中古車でも、買ったという人はですね、私のところに来まして、ぜひこの車を、祝福していただきたいと、もちろん私は祈祷料なんか取りませんけれども、そういうリクエストがあれば喜んで応じるわけです、もちろん交通安全もお祈りしますし、運転する者、同乗者の安全や、また祝福、さらにはその車が神から与えられたものとして共に感謝を捧げ、そして神の栄光のためにその車が用いられるように、清め清別されるようにと祈るわけですが、そういう祈りを捧げてですね、あなたは毎日毎日、車をまず運転する前にはお祈りします。そして、交通ルールを確かめながら安全運転に心がけます。安全運転を心がけます。ところが教会に向かうその道中で、あるいは礼拝が終わって教会からの帰り道、あなたは事故に遭います。どうしてなのか、牧師にもお祈りしてもらったし、私も毎日運転前にお祈りしてるし、毎回お祈りしてるし、そして安全運転にも心がけてるのに、どうして事故に遭うのか、困惑するわけです。やっぱり教会に行くべきじゃなかったのかとかですね、いろいろなことを思うわけです。それは全く考えすぎですね。そんなことで悩む必要はありません。伝道者の書を見てみてください。そこには石を切り出す者は石で傷つき、木を割る者は木で危険にさらされるとあります。そういうことは普通に起こること、日常的なこと、よくあることだということで受け止めていただきたいと思います。
何か特別な意味があるとかメッセージがそこに何か含まれているとかそういうことはあまり深く考えなくても大丈夫です。ただあなたが祈りもせずに、あるいは祈ったとしても平気で交通ルールを破って、危険な運転をしてその結果事故に遭うなり事故を起こしてしまうならば、それは単にあなたの責任ということで、自分の罪の結果というふうに受け止めればいいわけですけれども、でもいつもそういうわけじゃないんですね。まあ、車は走る凶器というふうにも言われます。皆さんもどっかで聞いたことがあると思います。まあ、この春に免許を取る人もこの中にいるわけですし、もう取った人もいると思いますが、車を走る凶器です。で、凶器を日常的に使っていたらいつか怪我するかもしれないというのは容易に皆さんも想像できると思うんですね。でも車を運転しているとつい忘れてしまってですね、自分だけは事故に遭わないとか事故を起こさないと、過信してしまうわけです。でも凶器を毎日使っていれば怪我をしないとか、あるいは怪我をさせないということはありえないというふうに思うならば、車を運転するときも同じ思いで、事故らないということはありえないんだと、必ず事故るんだということ、どんなに注意をしていても、そういうことは起こりうるんだと思えばですね、まあ、実際にそこでですね、起こったことをあまり深く考えすぎてですね、どういうことがこの事故の背後にあるのかとかですね、何か悪魔が働いて何か自分に損害が及んでいるんじゃないかとか、自分のやってることが本当に神の御心かどうかとか、そんなことをいろいろ考える必要は全くありません。単純に、そういうことが誰の身にも起こると、車乗っていなければ、少なくとも自分が車で事故を起こすことはないわけです。単純にそういう話ですね。運転する限りは必ず事故を起こすことがあると。で、もちろんこれはありとあらゆることに適用されます。家事をしていても包丁を使ってですね、指を怪我してしまうとか、火を使って火傷してしまうなんてこともよくあることです。まあ、多くの場合は不注意から、そうなってしまうわけですけれども、でも使い慣れているものを使っていたり、また日常的に、行っていることの中にはですね、やはり気の緩みとか油断というのがあるわけです。ですから私たちが安全と思っているところにも危険は、あるということですね。で、聖書によればこの世は極めて危険なところだと言われてますから、この世に生きている限りは常に危険な目に遭うということです。私たちはいつ死んでもおかしくないものです。そして罪の結果、死が入っただけじゃなくて自然の秩序も失われてしまいましたから、ありとあらゆる自然災害もいつ起こっても不思議ではありません。今地震でこの建物が崩れて死んでしまうことだってあります。帰り道交通事故に遭って死ぬだけじゃなくて、急に病気が生じてですね、発作かなんかで死んでしまうなんてことも十分あることです。いろんな事件や、またはロシアが日本に侵攻してくるなんてことだって 100% ないとは言い難いですね。ウクライナだって最初そう思っていたわけです。まさかロシアが侵攻してくるなんてありえないと。そういうことがこの世には起こるということですね。で、
ヨハネの福音書の16章の33節、イエスの言葉を一つ紹介しておきたいと思います。ジョンチャプター16、verse 33。ヨハネの福音書の16章33節。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。イエスはあなたにキリストにある平安を得てほしいと願っています。その平安を得るための言葉がこれです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。イエスはすでに世に勝ちましたと宣言されています。ですからイエスを信じる者は勝利者です。北京オリンピックで日本代表が勝てば、金メダルを取れば、私たち国民も全員金メダルを取ったということになるわけです。ワールドカップで日本代表が優勝すれば、私たちが世界で一番になったということ、同じことなんですね。イエスを信じる者は皆勝利者になります。苦難に打ち勝ちます。罪の力に、誘惑に打ち勝ちます。死の力にも打ち勝って大勝利を収めることができます。生きていてこれからもいろんな苦難があなたの目の前に立ちはだかります。いろんな災いが襲ってきます。辛いことが、悲しいことがやってきます。でもあなたはその中にあって勝利するんだということを信じていただきたいと思います。だから平安があるんです。ロシアが侵攻してきたとしても、この国にですね、私たちには平安があるんです。今日余命3ヶ月というような宣告を受けたとしても、私たちには平安があるんです。一言じゃないです。ウクライナのことが対岸の火事だと思ってはなりませんし、あなたの身近なところでもう末期がんで行くばくもないという人を見ても、その人のことを一言と思ってはなりません。我がことと思ってください。その人だって同じだったんです。まさか私が、だからあなたも同じです。まさかこの私がと、そういう日がやってくるんです。でもその時でもイエス・キリストを信じているならば、あなたにはこの世にはない平安が与えられます。その平安を得てほしいというのが私たちの救い主イエス・キリストの願いであります。その願いにあなたも応えてほしいと思います。でまた話を戻したいと思うんですが、先ほど石を切り出すこと、木を割ることは建設的な行為で、それはイスラエルにおいては神殿作りにも用いられたものだと言いました。神の宮を、神の家を作るときにも石を切り出して木についてしまうことがあると、木を割るときに危険にさらされることがあるんだと言ってるわけです。文字通り、例えば教会も神の宮、神の家と言われますね。この街道を建築するときにも、障害を負ってしまうこと、また危険にさらされることも当然あるわけですし、またこれを信仰的に霊的に解するならば、神の宮とか神殿、神の家というのは、私たち、教会を表すわけです。建物じゃなくてこの共同体を表すわけですね。この教会の中で何かをするときに傷ついてしまうこともあるわけです。いわゆる神の働きを担う奉仕とかミニストリーと呼ばれるもの、
神にお捧げするような働きをするときに私たちは気づいてしまうこともあるわけです。神の働きをして自分が気づくなんて考えられない、想像もつかないとあなた思うかもしれませんが、決してそんなことはありません。私もユキコも傷だらけです。冗談で言ってるわけじゃなくて、本当に傷だらけです。でもそういうことを私たちは分かった上でこのリスクのある働きを担っております。もちろん牧会者だけ、牧師だけが気づくのではありません。教会に集う者全員が気づきます。でも傷ついたからといって私はこの教会を去ろうとは思いませんし、牧師なんか辞めようとは思いません。最初からそういうものだということを私は教えられているからです。もうそういうものだとしてこの職についております。この教会につながっております。覚悟はできていたんです。だから今も続けられております。でも気ぃつきたくないからということで恐れてしまうならば、あなたはいつまでたっても神殿の一部にはなれませんし、神の働きを担うことはできません。神の働きを担う以上はあなたは傷つくんです。危険にさらされるんです。いろんなリスクが伴うんです。自分だけじゃなくて自分の家族にもいろいろな傷を与えてしまうかもしれませんし、危険に合わせることもあるかもしれません。他にも第二テモテの3章12節というところには、2 Timothy chapter 3 verse 12、第二テモテの3の12には、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますとあります。キリストイエスにあって敬虔に生きているものではなくて、生きようと願うだけで、一部の人じゃなくて皆とあります。全員ですね。そういう聖書の言葉を私たちは読み飛ばしてしまうかもしれませんが、この皆というところには私もあなたも含まれています。今あなたはキリストイエスにあって敬虔に生きようと願っているでしょうか。ならばあなたは迫害を受けているはずです。でも私は迫害なんか受けていませんという人があるならば、逆のことで、あなたはキリストイエスにあって敬虔に生きようと願っていません。何度も言いますけれども、敬虔に生きている人だけが迫害を受けるんじゃないんです。今敬虔に生きてなくても、心の底では敬虔に生きたいと思っているならば、願っているならば、その時点であなたは迫害を受けると言っているんです。だから迫害を受けていない、そんな覚えはないという人は願いすら持っていないと言っているわけです。今ウクライナでは私たちの兄弟姉妹たちが非常な危険な目に遭っています。もちろん避難する選択肢もありますが、そこにとどまって気付いている人たち、困窮している人たち、身を寄せる避難所がないような人たち、保護してもらえない、そういう人たちを受け入れて、そういう人たちに仕えて、そして恐怖の中で怯えきっている、そんな人たちに良い知らせを伝えるべく命を懸けて踏みとどまっているわけです。外国から来てウクライナで宣教師として働いている人たちもおります。みんな私たちの家族です。キリストにあって神の家族です。信仰の家族ですね。もしこの国に同じことが起こったとき、私たちはどうするでしょうか。考えさせられますね。今敬虔に生きようと願っていないならば、敬虔に生きるとは一体どういうことでしょうかということで、そもそも敬虔ということが分かりませんという人もあるかもしれませんが、これは単純に言うと神のようにという意味です。キリストのように生きようと願うならば、その時点であなたは迫害を受けるという意味であります。
そのように生きなければあなたは迫害を免れます。自分の生きたいように生きる、やりたいようにする、やりたくないことは全部やらない。神の言葉でもエリ好みをして従いやすいものは従う、でも従いにくい、あるいは自分にとって都合が悪い、自分の好みじゃない、そういうことはしない。キリストのようには生きたくないという人は確かに迫害を免れて、この世では安楽な生活を一時送れるかもしれません。でもいつかあなたは神の前に立つことになります。まあ、その時には全てにあなたは申し開きをしなければなりません。神には言い訳は通用しないということ、神を騙すことはできないということ、そのことも今あらかじめお伝えしておきますので、手遅れにならないうちに今神に立ち返っていただきたいと思います。使徒の働きの14章22節も参照いたします。 Acts chapter 14 verse 22、使徒の働きの14章22節、開きたい方は新約聖書の264ページです。弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。まあ、これは苦行を積んで、その報いとして神の国という天国に入れるんだという意味ではないですね。神の国、天国に入るというだけじゃなくて、神の国というのは文字通りは神の支配です。神が私たちの神となって、人生の主となって、この方によって人生をご支配いただく、この方によってコントロールしていただく、この方に従っていく人生、そこには苦しみが伴うと言ってるわけです。イエスの姿を見れば明らかです。イエスは徹頭徹尾神に従ったわけです。そのイエスがどんな苦しみを経たのか皆さんはよく知ってるわけです。イエスのように生きるということはまさにイエスのように苦しむことにもなるわけです。そんなの嫌だと思う人ももちろんいると思います。でもイエスはただ苦しくて苦しくて惨めな人生を送って、最後は非業の死を遂げて消えたんでしょうか。そうじゃないですね。その苦しみが多くの人を癒し、その苦しみが多くの人を慰め、その苦しみが究極的には私たちを永遠の死から、永遠の滅びから救ってくださったということです。同じように私たちの受ける苦しみが神の国に入るために受ける苦しみのことを言っています。迫害されることももちろんその中に含まれています。その結果人が救われるならば、その苦しみには価値があります。でもあなたが迫害を恐れて苦しい思いをしたくない、楽に生きたいし、人から嫌われたくない、そう思っているならば、あなたの生活を通して、生き方を通して誰一人としてキリストに出会うことはなく、誰一人として救われることがなく、その人全員、あなたが関わる人全員が永遠に滅びる、つまり天国ではなくて地獄に行くということです。それがあなたの望みでしょうか。そうじゃないと思いますね。ぜひ今の苦しみを幸いに思っていただいて、自分の罪が自らに苦しみをもたらしているならば、つまり穴を掘って自らそこに落ちてしまっているとか、石垣を崩して蛇に噛まれてしまっているとか、
そういうことならばあなたは即刻もうその破壊活動をやめなければいけません。そしてその罪を正直に神に告白して悔い改めなければなりません。その一方で9節のように建設的な働きをしているのにイエス・キリストのように生きること、そして神の働きを担うこと、御言葉を述べ伝え福音を述べ伝えているにもかかわらず傷つき苦しみ、そして場合によってはいろんなものを失うこともあるかもしれません。人間関係を失うこともあるかもしれません。仕事の機会を失うかもしれません。出世の機会を失うかもしれません。物理的にも肉体的にも感情的にもいろんな損害を被るかもしれませんが、それでもイエスのように私たちは生きるのであります。死んでも生きるのであります。そしてその苦しみや死ですら人を癒したり許したりまた救うことにもつながる、私たちをはるかに超えた素晴らしい人生ですね。ちっぽけでない人生です。自分のことで精一杯とか自分の幸福しか考えられないというようなつまらないちっぽけな惨めな人生ではなくて、それらすべてを超越した神がデザインされた、神が計画された本来あるべき人生です。それがクリスチャンライフというものですね。でもう一つこの9節の解釈として8節が破壊的な行為を表すと言いましたけれども、この9節も同様に破壊的行為というふうに捉える見方もあります。つまり石を切り出すということが建設的行為ではなくて破壊的行為だと言ってるわけです。どういうことかと言いますと、この石を切り出すという言葉は直訳すると石を動かすという言葉でもあります。意訳ですね、切り出すというのは。でこれを直訳の通りに解釈しますと、石というのは古代イスラエルでは何かの目印に使われてそこに置かれたわけです。記念碑なんかにも使われますが、特に土地においては地境の印となるわけです。でその地境の印である石を動かすということはまさにそれは違法行為でありますね。人の土地を奪うということにもなりますし、財産を奪うということですね。で、木を割るということもですね、建設的な行為と取らずにですね、破壊的行為として取る場合は、切り倒すという破壊行為ですね。申命記の20章の19節、一つの例としてデュルトノミチャプター20 verse 19、申命記20章19節、開きたい方は351ページです。あなたが長い間ある町を包囲してこれを攻め取ろうとするとき、斧を振るってそこの木を切り倒してはならない。その木から食べるのは良いが切り倒してはならない。まさか野の木があなたの前から逃げ出して包囲の中に入ってしまう人間でもあるまい。で20節のところに、ただ実を結ばないと分かっている木だけは切り倒してもよい。それを切り倒してあなたと戦っている町が陥落するまでその町に対してそれで砦を築いてもよいと。木というのは実をつけるものだということが書かれていますから、その果樹の実を果実を取って食べてもよいと。ただしその果樹そのものを切り倒してはならない。切り倒すことによってもう、そこから木の実を収穫することができなくなるからです。果樹を切り倒すということはもう完全にそこは、不毛の地となってしまうということですね。でその木と人間が重ねられております。木を切り倒さずに実だけは得てよいと、同じように人も切り倒さずに殺さずに、その人からいろいろな賠償金なり貢ぎ物なりですね、労働力なり、それを得るのは良いと。ただし人を切り倒してはならない、殺
殺してはならない、惨殺してはならないという理解ですね。両方に取れると思います。いろいろ、格言集なので、なかなか文脈とかで、捉えることが難しいわけですけれども、ここでどちらのケースでも、両方私たちは自分に当てはめて、そして、適用するということですね。そのことで、御言葉を心に蓄える、実行するということができますから、1週間かけて、もし来週を迎えることができるならば、どうかこの1週間が、この御言葉を実行するための1週間として与えられるのだと信じていただいて、それまで生かされていくんだということを、神の恵みの機会と受け止めていただいて、大事にしていただきたいと思います。今日はちょっとこれで時間が来てしまったんですが、週報を見ていただくと冒頭に15節が出てますから、ここまで本当は行きたかったんですけれども、本当は10章全部終わるつもりだったんですが、今日は10節までとしたいと思います。で、私たちが今日聞いた御言葉は、私たちだけが実行するだけでなくてですね、これは教会として聞いておりますので、隣にいる人、前にいる人、後ろにいる人も皆同じ御言葉を聞いて、そしてその御言葉を実行するべくですね、召されている仲間たち、神の家族であるというふうに見ていただいて、ぜひお互いに励まし合うことをして、共にですね、この御言葉を実行できているかどうか、刺激し合って、声を掛け合って、そしてもし、ヘルプが必要ならば、ぜひ手を差し伸べてほしいと思います。自分だけ実行できればそれで満足、いわゆる自己満足で終わらないように、共同体としてこの言葉を皆で協力しながら実行していく、夫婦だったら夫婦で取り組むこともできますし、家庭でも親子で取り組むこともできます。同じ兄弟同士、同じ姉妹同士で、ぜひ、チェックをしていただいて、どうだろうかと、できてるだろうか、様子はどうなのか、進み具合は、どこまで適用できてるのか、一つの適用でとどまらずに、それが一つクリアできたならば、さらにまた果敢にチャレンジをしていただいて、いろんな領域にまで広げていただきたいと思います。ここの生活だけじゃなくて教会生活も当然ですけれども、社会生活、つまり職場でも、当てはめることができる、実行できるんだということ、そのこともですね、1週間という、時間の中で、主がチャンスを与えてくださっておりますので、学校でもどこでもあなたの置かれている場所で、これがどのように適用できるのか祈ってください。必ずその機会がやってきます。そしてたとえ失敗したとしても、分かっていても正しいことができなかった、御言葉の通りに歩めなかったとしても、それで腐らないでください。どうせ自分なんかはダメなんだと、他の人たちとは同じようにできないんだと、そのように、自分のことを、ダメなものだと、落胤をしてしまわないように、
隣の人が立派に見えるかもしれません。敬虔に見えるかもしれません。皆さんの前に立つこの牧師の私がキリストイエスにあって敬虔に生きようと願っているだけじゃなくて、実際に敬虔に生きている人だと皆さんには見えているかもしれません。3人ぐらいそう見えていると思います。まあ冗談ですけど、まあ、ほとんど皆さんはそう思ってないと思うんですが、でもみんな弱いんです。私もつまずきます。不経験になります。穴を掘るものです。石垣を崩すものです。でも開き直るんじゃなくて、そのような罪を犯したときにすぐに私は穴掘りをやめる、すぐに石垣を崩すことをやめるという、それを選ぶものでありたいと願うわけです。ぜひ皆さんにもそうしていただいて、何度となく穴を掘ることがあると思いますし、石垣を崩すことがきっとあると思います。あるいは建設的な行為の中にもですね、傷つくこともあると思いますし、いろんな損失を被ることもあると思います。それで人を恨んだり仕返しをしようとか、また御言葉を信頼することをやめてしまわないように、ぜひ注意していただきながら、あなたがこの御言葉を実行できるように、すべての必要が神から備わるということ、自分に力がなくても神にはその力があって、神は願っておられること、つまり御心を行うことを良しとし喜びとされる方ですから、あなたをして神の御心は必ずなされます。あなたをして神の御言葉は必ず実行される。これは神の働きです。あなたの働きでもなければ、あなたの願いから全て出ているのではありません。経験に生きようという願いですら神から来ているんです。そのことを恵みとして受け止めていただいて、罪深いこんな私にもそれでもやり直したいんだ、それでも許されたいし、もう一度スタートラインに立ちたい、もうこんな古い過去には縛られたくない、弱い自分に負けたくない、それは神から来ている思いです。諦めずに腐らずに主のもとに帰っていただいて、十字架の足元に行くならば、全てが分かるはずです。木が割られているもの、石が切り出されているもの、そこに全てあなたは見ることができます。そこに全ての答えがあります。いつでもイエスのもとに帰っていただいて、御言葉がまたあなたの心に蓄えられていくように、その繰り返しを継続していただきたいと思います。では今日はこれで終わりたいと思います。それでは、また起立をお願いしまして、一緒にお祈りをいたします。体の不自由な方、傷んでいる方は座ったままで大丈夫ですから、一緒に祈る姿勢だけお取りください。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちが穴掘るもので、石垣を崩すもので、破壊的な破滅的な生活を送るものであることを、滅ぶべき罰せられるべき罪人であるということを、あなたが知った上で憐れみ、罪のないお方であるイエス・キリストをお与えくださいましたこと、改めてここに感謝いたします。ですからもう自分の罪を隠したり敬虔なふりをして格好つけることはいたしません。立派な人格者であるような
顔をすることはもうやめます。救い主がなければ到底生きていけないものとしてあなたの前にひざまずき、そして憐れみのうちに罪を告白し、ただただ許していただきたいと、イエス・キリストの十字架が私の許しであり救いですと信じるものであります。どうか私たちの祈りを聞いてくださって、もう一度ここから罪に許されたものとしてやり直すことができますように。そしてまた建設的な働きをしている者たちにもどうかあなたが励ましを与えてくださり、どんな妨害があろうと、どんな迫害があろうと、そこに苦しみや悲しみが襲ってきたとしても、めげずに恐れずに信仰に固く立って、キリストのようにまっすぐにあなたの御心をなおも行い続けることができますように。そしてどうかその痛みも悲しみも癒してくださいますように。またウクライナの兄弟姉妹たちをどうかあなたが守りくださいますように。特にポールの家族、親族、おじさんたち、どうかあなたが守ってくださって、今もあなたの平安で満たし、あなたの臨在がどこにいても共にありますように。地元の教会もどうかあなたが力づけてください。神の国に入るには多くの苦しみを経なければなりません。どうか一人でも多くの人たちがこの苦しみの時にあなたの国に入ることができますように。たとえ国が奪われても、たとえ国が蹂躙されても、神の国は誰も奪うことはできません。どうか一人でも多くの人たちがあなたに立ち返り、ロシアの人たちもあなたに立ち返り救われますように。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。心を合わせ。
はい、では着席してください。これで終わりたいと思うんですが、今日は初めて来られた方が、いらっしゃると聞いていますけれども、正樹君の、職場の同僚の方と聞いております。自己紹介とかしない方がいいかな。まあいろいろ今こういう時期なので自主的に、まあ皆さんも、来られて、いますけれどもね、こういうところは本当に大勢集まるところなので、いろんな危険、リスクですね、承知の上で皆さん、来られていると思うんですが、まあ、そうした中にあって、今日初めて来てくださったゲストには本当に心から私も、歓迎をしたいと思いますし、まあ、皆さんもぜひ神様が連れてきてくださった、大切な方として、迎えていただきたいと思います。立っていただいてるんで、せっかくなので、じゃあはい、心から歓迎します。どうぞおかけください。あともう一つ何か言い忘れたなと思ったことがあったんですけれども、今週の MJF というものですね、もうすでに、週日曜日も来てしまったので、まだそれができてないのは皆さんもお分かりだと思うんですが、また先週の MJF ということで、どっか今週のどこかで、仕上がってくると思いますのでね、私の方が全然まだ手がつけられていない状態で申し訳ないんですけれども、少しだけお待ちいただいて、またそういう、媒体もですね、主によって、用いられるように、新しいホームページも、もっとも、内容もですね、これから、いろいろ拡充したり充実したりして、まあ、以前のものより格段と見やすくなっておりますし、またいろんなインターネットの SNS 等ですね、こういう時期だからこそなかなか対面して話ができないとか交わりが持てないという時に活用されるツールとして与えられていますので、どうかそれらがまた神の栄光のために用いられるように、キリストに出会うことができるツールとして用いられるようにお祈りに覚えていただければと思います。ですからぜひ今週じゃなくて先週の MJF もですね仕上がるようにお祈りいただいて、まあ、皆さんは重要な出演者ですのでね、また皆さんの姿を見て、多くの人が励まされているんだということを知っていただきたいと思います。まあ、恥ずかしいという思いの人もいると思いますしね、自分を晒すとか、インターネット上に自分の顔形姿が、出てしまうのはと思う人もいると思うんですけれども、まあ、私たちは世の光地の塩としてこの世に置かれていますから、そもそも身を晒すものとして隠すものじゃなくて、出ていくものとして、むしろ私たちがこの世を変えてしまうぐらい影響力をもたらすものとして置かれているということを忘れないでいただきたいと思います。まあ、そのようにして、普段の生活の中でも、いい意味で身を晒していただいて、存在の大きさ、影響力の大きさがキリストから来るもので、あることを願って、ぜひ、家庭でも職場でも近隣社会でも、自分の存在感ではなくてキリストの存在感が、自らの身をもって表されるように、祈り求めていただきたいと思います。ではこれでいいですかね。あ、もう一つごめんなさい、これも何か忘れてると思ったんですね。傘がですねたくさん玄関の、風除室にありまして、前にもお伝えしたんですけれども、まあ、だいぶ減ってはいるんですが、中には壊れて破損していたものもあって、こちらの方で、そちらはもう処分して、いるものもあります。まだ忘れているという人は、
帰り見ていただいて、もしも自分のものがもうどれかも覚えてないという方いらっしゃれば、使えるものならばまた教会用として、気軽に誰でも使ってもらえるものとして、こちらで使うようにいたしますのでね、ただなるべく持ち帰っていただいて、あまりずっと、放置するのは良くないので、皆さんまた目を、そこに向けていただいてですね、確認をしていただいて今日はお帰りいただきたいと思います。でいいですかね、はい、じゃあこれであとは自由にお過ごしいただきたいと思います。